はい、どうも、こみです。さて、本日はこちら、関西クラクラクラブからですね、お届けしていきたいというふうに思うんですけども、私のチャンネルですね、タウンホール13から11まで幅広く、クラン対戦の動画中心に扱っています。やっぱり、その対戦でね、前回とってクランに貢献できるかどうかってすごく、このゲームする上で大きなモチベーションだと思うので、そういった、ですね、ところを、タウンホール11から13幅広い、タウンホール隊の方に、参考としてもらえるような、そんな動画にしていきたいというふうに思ってますんで、ぜひですね、今回の動画最後まで見てもらいまして、よかったらグッドボタン、まだチャンネル登録されてなかったらぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ということで、本日のテーマはですね、クラン対戦リーグ見ていきたいというふうに思います。関西クラクラクラブですね、現在7戦目に入ってまして、なんとこれ、じゃん私込み、なんとですね、6000回 600% という、ですね、もう、パーフェクトにリーチという状態になっております。もう一人 K さんもね、いらっしゃって、ダブルリーチの状態なんですけども、これをね、本日どうやってここまで歩んできたか、実は、ほぼほぼたった1個の戦術だけできてるんですよ、二人とも。で、今日は私が使っている戦術、どんな戦術なのかっていうのを見てもらうのとともに、実は最後のタックも終わっております。これをね、最後見てもらって、結果パーフェクト取れたのかどうか見てもらいたいというふうに思います。というところで、早速行ってみましょう。全部見ると結構時間かかっちゃうんで、これね、ですね、いくつか選んで、7つのうちの、5つですかね、ここを見てもらおうと思っております。いろんなパターンが散りばめられているので、そのパターンでこうね、学ぶものがあるかなということで。まずこの配置に対してやっていくのは、突撃艦スパビズからのギガホグです。クイヒギガホグですね。ほぼ全部自分これです。今回少し遠かったんですね。ここに落としたかったので、遠かったんで、まずラバーハンドでターゲットを取って、ストライカーもこう来るかもしれないなって思ったので、そのストライカーがね、突撃艦に入っちゃうと、突撃艦の進行速度に下げられちゃうんですよ。そうすると当然、狙いの場所に届く前に全部やられちゃうということが往々にして起こるので、今回みたいなケースっていうのは、こうですね、ラバーハウンドを当ててターゲットを取り、かつさらにこの、エアスイーパー、こいつに吹き戻されないようにタイミング見計らって突撃艦を出したという形になります。で、スパビスですね、チェーンが入った先にの施設に与えるダメージが 60% から 40% に激減してるんですけども、見てもらってわかる通りですね、中心部分にこう硬い施設がいっぱいある場合、タウンホールとか投石とかある場合には、そこから入ったチェーンっていうのは結構いろんなところにこう伸びて壊してくれるんですね、だいぶ。この時点で、ここが壊れてるって相当大きいと思いません？こういう風に壊れてる。こんだけ。そしたら、この部分ですよね、この部分から、クイヒーを始めていきます。今回は、こちら側に流していって、このルート隙間に通していきたかったので、ここ、クイヒーのルートはですね、ベビドラでカットを入れていって、調整はしていきました。で、シングルインフェルノにたげられる前に、しっかり早めの、ディガホグを出していって、アーチャークイーンへのターゲットを外していきますね。このレイジははっきりで無駄ですね。なんで、ここにレイジを間違って撃っちゃったんだろう。多分、パニクリーレイジってやつですね。あんまよろしくないです。スーパーボールブレーカーでイースを壁の奥まで開けていって、アジャークイーン、さらに奥側に進行していきながら、ロイヤルチャンピオンは、外側からこう攻めていく。で、これ、バーバリアンキングと相手の、ロイヤルチャンピオン、ダブルできちゃってるので、ここに対してポイズン当てていきます。援軍をですね、万が一これ倒しきれなかった場合、ラバハンドとかですね、で、事故にが起こりそうな場合に備えて、一応ポイズン持ってってんですけども、ディガホグ使う上で、相手の援軍って結構やらしいんですね。なんで、こいつらを、処理するのにも、ポイズンで使えるので、どっちにも使えるから僕はいつも1枚持っていってますね。基本的な呪文編成は、エインビジさんのポイズン1、フリーズも1枚かな。レイジ1枚、ヒール2枚という形にしています。これ大体鉄板ですね。4枚入れるケースも後で出てくるんですけども、それ特殊です。どんなケースかちょっと見てもらえたらと思いますね。最後まで、ご覧ください。で、そのままですね、ロイヤルチャンピオンがやられればするんですけども、回り込んできたアーチャークイーンと、あと、外周を歩いているウィザード、さらにはディガー、グランドウォーデンも回収入ってますね。こいつらが最後回収しきってくれて全開という形です。今回の1本目は、突撃艦スパビスに、ラバーハウンドを当てるというパターンでしたが、見てもらうと分かる通り、ケースが密集してますよね、ここ。隙間が全然ないじゃないですか。なんで、ここに落としちゃえば、巨爆とかはないわけですよね。間違いなく。
ボムタワーとかあったらまた全然話は別ですよ。なので、賭博とかないので、ここに落とせば全然安全だなということで、別に、爆弾回収用のユニットはあんまり入れてません。もう詰め込めるだけスーパービーだと詰め込んで、で、余ったとこにはアーチャーを入れてるって感じですね。これ、ババを 2匹入れた方が、バネトラップが連れてとかいう話も当然あるんですけども、その辺手を抜いているという感じですね。はい。杉さん回戦ですね。行ってみましょう。3回戦の、私は6番攻めたのかな。これですね。こういう密集配置。こういうのにはもう、ラバハンドは入れないです。ここね、タウンホールがあって、投石機があって、援軍があって、で、この、なんだ、対空砲のところに入っていけば、さっきと同じで、絶対にここには巨爆はありませんので、ドーンと落としていって、インビジかけて、で、タウンホールとか投石機とか、がっつり潰していくね。で、インビジかけるゾーンがこっち寄りになっている。ちょっとこっち寄りになっている。下側寄りになっている。これポイントですね。壊したい施設を隠さずに、かつスーパーウィザードを隠すっていうことをしていきたいので、タウンホールとか投石機に、ここですね、インビジが当たらないように注意をしています。で、ポイズンを先打ちしてからのアーチャー、クイーン、クイーヒーの形ですね。同じように壊した領域がここなので、その外周部分からこう出していくんですけども、アーチャークイーンぐるっと回してこう持っていきたかったので、ですね、あえて、こちら側はカットしておいて、で、アーチャークイーンがしっかりと、9時方面から半と、9時方面から時計回りに回るように締め切る。ね。いやー、これね、本当に、ちょっと危なかったんですけど、この攻めも。まあ、なんとかアーチャークイーンが持ってくるよかったなってところですね。食い火をしながらこちら側、ちょっとね、ポイントなんですけども、これベビードアで2個カットします。なんかあんまり効率良くないんじゃないのって思うかもしれないですけども、ここにババキンを当てちゃうと、シングルの竹が入っちゃうかもしれないですね。それ嫌だったんで、こっちバーバリアンキング、ここに当てていって、一気にこの外周部分をずらーっと削ってくれるように、あらかじめカットしておいたってことですね。で、アーチャークイーンが徐々にこう、中心部分に差し掛かってきて、過ぎても良くないんですよ。こっちに過ぎても良くないんだけども、手前過ぎても良くないので、ちょうどいい塩梅、まあ、施設が僕は4列ぐらいかな、最高こう4つぐらい並ぶぐらいの面を作った段階でディガーをスタートするという感じにしてますね。マイナーさんスタートという、ディガーホグパートスタート。そうすることによって、外周はババキンが走ってくれてますから、後ろから来たロイヤルチャンピオンも一緒になって、しっかりとですね、中心部分、アーチャークイーンが削りながら、外周部分はでバーバリアンキング、それに挟まれるようにして、ここですね、こういう風に、クイーン、キング、ディガー、ホグライダーという感じで、このサンドイッチ構造が出来上がってですね、綺麗に最後までいくというところで。途中で、ちょっとね、これ、アーチャークイーン落ちちゃったの残念だったんですけども、まあまあ、結果的にこうディガーヒーとかロイヒーの形になってくれることはまあ分かっていたので、まあ、最悪中心部分、のイーグル砲まで蹴ってくればいいなと思ったらギリギリ蹴ってくれましたね。よかった。このイーグル砲の削れなかったらちょっとやばかったかもしれないね。ディガーとかがどっちらかっちゃったかもしれない。まあどちらかんないか。ここに大工の小屋が残ってるってことはしっかりと外周方面に走る。で、ウィザードをこういうところからウニョンとこう流して歩かせて、このですね、小屋をカットしよう。まあ、この攻めも残り時間結構あんま余裕なかったので、5、6秒ぐらいか。今回のウィザードの仕事も良かったですね。で、もう一個ね、ドラグバット1本やってるんですけども、そのドラグバットは、まあ見なくてもいいかなと思います。まあ、今回は突撃艦スパビスの特集みたいな感じにしちゃいましょうかね。ドラグバットね、すごい刺さりやすい村があったんですよ。なんで一発やっちゃったんですけども、まあまあ、いいかな。やめときましょうか。わかりやすく、今回は突撃艦スパビス系の攻めを中心に見てもらいたいと思います。で、こういうですね、サザンクロス陣が出てきた場合には、突撃艦スパビスあんま効果ないかなって気がしますね。やっぱり、アンホールと防衛軍を、突撃艦スパビスパートで壊せる、っていうところが、自分はこの戦術を使う一つの目安にしているんですけども、今回のケース絶対無理なんですよね。中央部に入れるでも、入れれますけど、支援がどこにも入んないから、全くもって美味しくないし、でタウンホールの爆破ダメージに巻き込まれてスパビズがやられちゃって結局援軍も倒せないっていう、まあ、パターンはなんとなくオチとして見えるので、まあ、であればこんな風に、家族のね一個しまう部分にアーチャクイを突っ込ませてでクイヒーからのディガホグっていう、まあ、単純なクイヒーガホグですね、まあ、形を作っていこうかなというふうに思いました。で、シュウォープのこのタウンホールに向けては、突撃艦を当てていきます。まあ、それを当てていくことによって、ちゃんと中央部がえぐれれば、あとは、外周を、あれですね、トコ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 こう、
日が私をぐーっとこう回してあげればそれでおしまいかなと感じがしたので、そんなような感じの攻め方っていうのをしてみる、ね、アーチャークイーンがこれ、クリ方面こっち方面に向かっているところで、ね、ディガホグを使う面を決めたっていうところが一個ポイントです。こっちから行っちゃうとですね、ディガホグの面がすごくこう広くなっちゃうんですよね。なんですけどもアーチャークイーンがここにこう合流してくれることによってディガホグの面が一層狭まるので、この距離の違いですね、この距離の違い、当然狭くなればなるほどヒールの呪文の中に入りやすいし、グランドボーデンのエナジーサークルにも入りやすい、ね、スゲーカーにしっかりと、トームをかけながら進めていきます。ここトームかかってないと、ホーミングシールドとかあった場合すぐやられちゃうんで、まあ、そこはちょっと注意が必要、ね、で、まあ、イエティはちょっとね、無駄遣いになっちゃったっぽいような気もするんですけども、まあ、一応クロスボウ1本折ってくれたし、まあ、おまけで、反撃砲も折ってくれましたね。何せも中央部の、タウンホールを潰しちゃえば、あともうぐるっと外周回すだけなのはもう見えてるんで、きっちりとあとはディガーたちをやられないようにですね、バーバリアンキング、あとアーチャークイーンで外周、壊しながら、これですね、キングのカットとクイーンのカット。で、真ん中に、ディガーとホグライダーかな。これを入れていくという感じ。このサンドイッチ構造、やっぱりこのサンドイッチ構造がいいんですよね。ディガホグする上ではすごくいいなと思って、でこれで決めていくというところになります。結構これもまた時間が確かやばかったんじゃないかな。このサタンクロスっていう配置はどうもね、やっぱディガホグでも取れるんだけども時間がきつくなりますよね。なりやすい配置なので、まあそこに関しては、時間を意識した、なるべくこうスピーディーなですねディガホグ回しとかいうのを意識した方がいいかもしれない。さあ、前座アタックはラスト一発ですね。これ見終わったら最後、結果どうなったのか見ていきましょう。ぜひね、見てください。これはね、多分、おーってなると思います。マジで。さあ、次。これなんですね。今回のこれも突撃艦、スパビズからのディガホグなんですけども、ここに落としたいんですよ。なんで、ラバハウンドからの突撃艦を入れていくんですが、よく見てもらうとですね、この突撃艦の中に入っているユニットっていうのが、あとちゃんと見せますけども、スパビズ3枚なんですね。ババとアチャと、あとバルキリーを残りの15枠に入れていってます。で、その代わりスパビズが3になっちゃうから、ですね、結構、スパビズに対する、インビジの呪文がだいぶ少なくなって、イーグルまで降りきれませんでした、残念ながらね。なんですけど、これね、巨爆がこのスペースにあった場合、と小爆弾とかあった場合、そこでも積んじゃうんですよね、完全に。で、積んじゃうんだったらちゃんと回収ができるようにババとかアチャとか多めに入れていって、で、きっちりと、スパビズたちがやられずに、中央部で、仕事をしてくれるような格好を作るというところで意識しました。で、今回ですね、削ったところがこの部分になります。外周この辺からアチャキーどこからスタートするのっていうと、まあ、さっきと同じここからスタートするんですけども、これ全然サイドカットしてないじゃないですか。どっちか分かんないですよね。けどね、どっちに行ってもいいなと思ってました、別に。おそらくこっちに行ってしまった場合には、レイジオ呪文この辺で使って、アチャクイとかを処理していきながら、クロスボウを折っていけばいい。まあ、こっち側に行ったらそのまま、1本目と同じような感じですかね。ディガホグを早めに展開してあげて、アチャクイに、シングルインフィールドの竹が入んないように調整するということができればいいのかな。ね、でトームを使うタイミングは結構気にしていて、1つ目はこの、巨爆に、あと巨爆じゃないわ、ボムタワーに合わせました。で合わせながらボムタワーを通過してトームが解けるところでヒールの呪文ですね。もう1個ボムタワーあるんで、ここでもう1個ヒール耐えていきます。これね、気をつけなきゃいけないのが、ここで結構ヒール使いたくなっちゃうんですけど、あとトームとかですね、ちょっと我慢した方がいいですね。範囲攻撃とか巨爆とかがないところであんまりトームとかヒールを使ってても無駄打ち状態になってしまうので、オーバーキルならぬオーバーヒールになっちゃうんですよね。そうならないように、なるべくダメージが入るところで使ってあげるっていうところを今回は意識した結果、まあまあうまくいったかなというところですね。この壁焼きは全くする必要なかったですね。ババキン入ってこなくて全然良かったんだけど、この持ってたスーパーウォールブレイカー、万が一タウンホール壊れなかった場合に、ここの壁を壊してアーチャーピンを中に入れるためのスーパーウォールブレイカー。で、あとはもうレイジ残っちゃってるので、もう使いどころがないですよね。あと、とりあえず最後、まあ、時間を少し巻くためというか、まあ、若干ドヤレイジっぽくなりましたけどもね、使っておしまいと、になります。援軍の中身ちょっと気をつけてみてください。こんな風に隙間があって巨爆がありそうなこういうスペースに攻める場合には、こんな風な形で自分やってます。これですね。スパビズさんの、見にくいか。スパビズさんの、
バルキリーでアーチャー後のババに、まあ、別にババとアーチャーの数は別に比率はどうでもいいと思うんですけど、全部ババアちゃんにすると結構ですね、スワリーズが出てくるタイミング読みづらかったりも、まあ、バルキリー入れとくぐらい1匹って言ってた、女性に対してね、失礼でしたね。1体入れとくっていう感じます。ではです。では、7戦目、どうなったのか見ていきましょう。さあ、こちらがですね、最終になります。時間ギリギリですね。かなり押しているアタックなんですけども、見ていってもらいたいと思います。突撃艦からの、これは、トルネードが発動するんですが、先ほど同じパンですね、隙間があるので、ババと、バルキリーを入れながら、スパビーズ3体ですね、インピジの呪文4枚持っていってます。もう必ずここのタンホールと投石を壊して、ワンチャン、ロイちゃんも倒したかったという意図があるんですけども、やはりこのインビジを使ったタイミングでレイジー切れちゃって、スパビーズの動きが非常にスローになりましたね。ちょっとこれのせいで、ここのフロスボとかが残っちゃったのが少し痛かったかなという気はしましたが、まあまあ一応、壊すべき施設は壊したし、あとは、ガーゴイルの、ロングショットですね、遠くから打ってくるやつ、これ結構アチャクイが事故る要素になるんですけども、それも、潰すことができました。プラン的にはここまで壊したアチャクイがぐるっとターンするイメージで見てたんですけども、ちょっと残念ながらターンがうまくいかなかったんですね、今回ね。まあそれは おいおい見ていきましょう。もう別にポイズン、ここでいいやと思って使っちゃいましたが、使わなくてよかったですね。ここのところにポイズン使うのが一番良かったかなっていう、上のね、ハチャクイとババキンのところ、今更ながらも思います。ちょっとまあ、事故が怖かったんで、使っちゃったんですけども。で、ロイちゃんと当たりますが、別にここはもう、ロイちゃん体力半分まで減っているんで、怖くないですね。そのまま一気に突破していって、来週バーバリアンキングでカットしてからのアーチャークイーンで、挟んだその隙間をサンドイッチで、ガートホグライダーが駆け抜けるという構造にしています。で、ここ注目ポイント、バーバリアンキングが今一瞬ね、新規のタゲ取ったんですけども、タゲ取ったバーバリアンキングがなんか知らんけど、どっか離れちゃって、ロイヤルチャンピオンがここで、ほぼ何もしないでやられちゃったんですね。これは痛かったね、ちょっと。お前、身を挺してでもロイちゃん守れると思ったんだけど、残念ながらでした。で、トウモクで使っていって、相手の高火力対アーチャークイーン、さらにはマルチインフェルノが重なっている部分に、レイジー・ディガーの状態で突っ込ましていきます。ただまあ、本当にバーバリアンキングが生き残って外周ずっと掃除してくれてますね。アチャクイーンもそのまま外周の掃除をババキンと一緒にやってくれていて、この時間でね、まだ1分ぐらい時間が残ってるんで、これも全然全開ペースかなというふうに思います。そのまま一気に、ババキンとアチャクイーン外周からの中央部分に、ディガーだったんですが、これディガーがね、ちょっと外に逸れちゃって、このクロスボウ、ミリ残りのクロスボウだったんですけども、こいつが、グランドウォーデンを焼いてしまったんですね。これもちょっと焼くなよと思いながら見てたんだけど、さらにさらにディガー結構大量にいるんだけども、なぜかここでマルチシングルインフェルノのターゲットがなんとアーチャークイーンに入ってしまう。そしてそのままアーチャークイーンが体力満タンの状態から一気に削られて落ちるということで、残った施設はあともう本当に8個なんですけどもね、若干スケルトントラップに捕まっている間にディガンが数が減り、残り16秒5個の施設。これ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 、もうあとちょっとなんだけどさ、これ見て、もう結末見えるでしょ、何が起こったか。これが、ここよ、これこれ、このクラン城だけが残っちゃったんだよ、マジで。99% でした。いやーね、これはもうさ、こんなんすも多分二度と回ってこないと思ったんだけど、いやまさか7戦目で 99% でよ、このパーフェを逃すとはさ、何も思わないでしょ。めっちゃショックで、もうね、これはさすがに言葉が出なかったですね。なんですけども、なんかね、最初めっちゃ落ち込んだんですけど、3時間くらい経ってきたらね、不思議なことが起こったんですよ。なんかね、もう、ほぼほぼパーフェクト自分取ったぐらいの、なんか満足感がなんかしたけど湧いてきて。で、取れてないんだけども、なんか、自分やりきったみたいな、なんかそういうね、なんかすごい、本当もう満足感ですよね。満足感がね、出てきたんですよ。で、まあまあ別にね、次また狙う楽しみができたし、まあ実際パーフェクトに近いものができたし、まあいいかなみたいな。わからないでしょうね、この感じね。自分でも自分の気持ちがよくわかんないです。不思議な感じです。まあなんですけど、まあ範囲はね、これ、こっちはこうクイーンを通していきたかったんですよ。この壁も開けたんです、スーパーウォールブレーカーで。
上げてシングルインフェルノも殴りながら痛かったし、まあ、ここでクローク使ってもいいからね、シングル取っちゃえば別に。でこっち側ロイヤルチャンピオンが速攻でね、こっから来てすぐ死んじゃったんで、こうだよね、やっぱりそこしっかりとケアができていれば、まあこのままいけたかな。まあ何にせよあれよね、中央部に入ったディガンがさ、まあ1体ぐらいここに行けよって感じじゃない。あのちょっと見てもらったら分かるんですけど、全部ホグが行ったからね、あの中央部のこの辺にちょっとぐらいディガンもうちょっと右寄れよみたいな感じで思ってたまあそんなわけでして、パーフェクトな。ただですね、ちょっと報告したいのがあって、K さん、パーフェクト取りました。7000回。完璧な仕事。これね、次回の動画にしたいと思います。K さんもたった1個の戦術だけを使って、パーフェクトを取ってます。そっち、TH コンプリータさんに本画化があるんでね。そちらの方の動画っていう形でちょっと、カンクラのアタックなんですけども、取っていきたいと思うんですけども、これぜひ楽しみにしてください。もうね、スパネクの、強さっていうのを本当知らしめるようなアタックですね。もうこれ必見です。次の動画ぜひ楽しみに待ってもらえたらなというふうに思います。さあというところでですね、本日の動画終わりにしたいと思いますが、いかがでしたでしょうか。まあスーパーウィザードを使ったですね、突撃機関スパビーを使った、まあ、いろんな攻め方のバリエーションを見てもらえたんじゃないかと思うんですけども、これ参考になったよということでありましたら、ぜひですねグッドボタン押してもらえたらすごく嬉しいなというふうに思います。また今後もですね、ターンホール13から11までの幅広いターンホール帯で、こういったですね皆さんのその攻めのちょっと、参考になるようなアドバイス的な動画どんどん開けていきますので、またチャンネル登録なさってない方いらっしゃいましたら、ぜひお願いできたらと思います。というところで本日の動画はこれで終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。